6000メートル、果てしないこの大空にはまだ計り知れない多くの謎が潜んでいる。午前4時、世田谷区に住む会社員酒井信夫氏の末っ子美香子ちゃん5歳がつけっぱなしのテレビを消しに起きた。その時事件は起こった。あ、映った。真夜中のテレビのブラウン管に東シナ海上空を飛行中の民間機の画面が映し出されたのである。パパ、起きてよ。もしもし、豪華、すぐテレビをつけるんだ。南さん、どうしたんです。早くテレビをつけろ。テレビ？こんな時間にやってるわけないでしょ。それが映ってるんだよ。だから早くつけてみると言ってるんだ。南さん、そっちにも映ってるか。信じられませんが確かに映っています。あれは日本の旅客機じゃないですか。謎のテレビ中継から1時間後の午前5時、マット隊員全員に非常招集がかかった。テレビのカメラはちょうど獲物を狙った生き物の目のようにゆっくり旅客機に近づくと、そのカメラの下の部分から開口線が発射して旅客機はたちまち墜落しました。そのテレビを見ていた時間は？映像が切れた時4時10分でした。本当にこの目で見たんです。僕も見ました。その同じ時間、東シナ海上空を飛行中の日本の民間機が原因不明の爆発を起こして墜落したんだ。1時間前航空センターから連絡があった。あれはやはり事実だったのか。すると爆発のテレビ中継を見たんですか。我々は東京とかだけでも100件を超える家庭が同じテレビを見てるんです。おそらく東シナ海上空から発射された強力な電波を通信衛星が自動的に中継して世界中に流したらしいんだ。しかし一体何者がどんな方法であんな位置からテレビカメラ。それを突き止めるのが我々の任務だ。ニューヨークでは午後3時、ハワイでは午前9時、モスクワでは午後10時、いずれも同じ映像が中継されている。見ろ。
各国支部から調査依頼がひっきりなしだ。直ちにマット・アローが東シナ海上空へ飛んだ。アロー1号より本部へ。まもなく東シナ海上空に到着します。レーダーが故障したらしいぞ。バカな、電波が吸収されている。電波だ。あれは何だ。海中だ。ゴー、本部へ連絡しろ。はい。アロー1号より本部。アロー1号より本部。アロー1号より本部。通信ができません。そんなことあるものか。こちら上野、本部応答願います。うわ、信じられない。電波は怪獣に吸収されている。旅客機もやられたんだ。行くぞ。逃げやがった。航空写真は撮ったか。ひとまず引き返そう。午後1時、怪獣の正体が明らかになった。仮にビーコンと呼ぼう。ビーコンは電離層に住む宇宙怪獣で、空中の電波を吸収する特性を持っている。つまり電波を食ってそれをエネルギーにしている新種の怪獣だ。電波が食えるんですか。うん。レーダーなんかに使用されているミリ波だって空中の酸素や水蒸気に吸収されているんだ。しかもこのビーコンは独自の電波を発信する機能を備えているらしい。つまりビーコンの体全体が一つのテレビ局の機能を持っていると考えればいいわけだ。あのテレビ中継もビーコンの仕業だったんですね。だがビーコンにとっては東京上空は食料倉庫みたいなもんだ。奴は必ず東京に来ますね。うん、言っとくがヘマをするんじゃないぞ。我々の戦いはビーコンのカメラ絵を通して世界中に中継される恐れがあるんだ。CQ15 あれ？ This is J1JRQ This is J1JRQ。 午後2時、江戸川区に住む土建業、中村新さんの長男、つともくん11歳がコールしていた21メガヘルツのハムの電波が突然途絶えた。つともくんはやっと電話級の資格を取ったばかりで、今日はアメリカにいる親友のジョージくんと交信の約束をしていたのだ。春彦さん、分かってくださいましたわね。早苗さん、僕はもう何にもおっしゃらない。あれ、テレビは映ってる。ダメよ。昼間のチャンネル権は母ちゃんにあるんだから。つとも、無線はどうしたのよ。それが変なんだ、通じないんだ。戦争ものやってるんだけどさ、変えてもいい？ダメ。ち、つまりね、新しい生活を求めようと思いました。あなたにとってもそれが一番良いことだと信じていたからです。春彦さん、私は主人と別れることができないんです。父の仕事は
主人の後ろ盾がなければ続けられないんです。父のことを考える。それではあなたの幸せはどうなるんです。愛してもいないご主人とははっきり別れるべきです。完成と応答せよ、応答せよ。送信不能だ。北極圏パトロール機より基地管制塔へ航行機に異常あり。大丈夫、落ち着いてください。ご心配なく。ダメだ、操縦不能だ。勝手に攻撃を加えたりしまして。仕方がない。電波が怪獣に吸収されたんだ。地上ではあいつが飛び回る1キロ四方のありとあらゆる電波が食い荒らされて、全ての機能が麻痺しています。近づけば電波を食われて目くら同然の状態で戦うことになる。レーダーも無線もコンピューターもなしにあいつと戦うことは困難だ。東京上空のできれば日本中の電波の発信をストップさせたらどうでしょう。そんなことしたらそれこそ地上は大混乱になるぞ。しかし今はビーコンを東京上空から追い出すことが先決だと思います。すでにあいつのために
旅客機が2機も墜落させられてるじゃありませんか。ゴー、ビーコンを海上に誘い出す方法はあるか。ビーコンにとって電波は餌です。その餌で誘い出します。どうやって。東京中の電波を封鎖した後、マットアローだけが電波を流しながら海上へ飛びます。奴は必ず食らいついてきます。海上へ誘い出したらミサイルで仕留めます。午後5時、東京中のあらゆる電波が発信を止めた。そしてただ一機、南隊員を乗せたマットアローが高周波を発射しながら太平洋に向かって飛び立った。さあついてこい、ビーコンめ。本部よりマットアローへ。この通信が切れたら、それがビーコンが餌に食らいついた証拠だ。通信が切れたら直ちにマッターロー1号機にミサイルを搭載して発進する。それまで通信を続けるんだ。了解。ただいま桜島上空通過。通信はまだ切れませんか。まだ切れません。レーダー正常。マットアローより本部へ。通信は正常ですか。まだ正常です。おかしい。もう食らいついてもいい頃なんだ。大変だ。江戸川から別の電波が流れている。なんだって。21万ヘルツの高周波だ。アマチュア無線だ。CQ15 CQ15。 あれ、また切れちゃった。ビーコンが江戸川区に現れた。何ですって。直ちに帰らせる。了解。ゴー、応答せよ。こちらゴー、どうぞ。アムの発信地は大和城2丁目あたりと判明した。了解。直ちに大和城2丁目に向かいます。
没。戦いは終わった。美香子ちゃん、もうね、テレビは映らないよ。ビーコンはウルトラマンにやっつけられたじゃないの。さあ、早くベッドに戻らないと。パパやママに見つかったらお尻パンパンされちゃうぞ。